アトレからスタートしますけども今日は、どこ亀井戸あ、亀井戸うっすら亀井戸って見えてる。あ、書いてあるね。あ、そうかそうか、 JR の亀井戸の駅、亀井戸って、浅草橋両国錦糸町亀井戸駅前がまあこんな感じ、割と都心に近いところなんで、まあ、栄えてるというか、まあ、人も多いから、でなんかこうずっと駅の北口の方抜けてた商店街から、ね、北側の方だった。そうそう、これとりあえず一回北側なんですけど、なんて言ったかちょっと忘れましたけど、なんか昔のなんか屋敷屋とかなんかで、そこを多分区がやってるんだと思うんですけども、なんかちょっとこう昔風に作ってお土産屋さんとか中に入ってる情報なんかね、この辺の地域の情報のこうなんなんかパンフレットを売ってたりとか、ね、そういうとこがあって、それってあれなのかな、観光を意識してる、かなりね、江東区がなんかかなり意識してるんじゃない、ここにとその亀戸以外の他のところのことなんかもいろいろあって、江東区にこういう見どころがありますよみたいな、スカイツリーが近い。ああそうね、っていうふうな、でこれは亀パン、亀の形してるそうそうそう、ここに顔があったの、中にカレーが入ってる、亀パン、木村屋のカレーパン、美味しかったね、カレーパンでしたね、美味しかったですねっていうのを買ったりとかね、あと銭形平次の町なんでしょうね、多分平次の投げ銭食べたり投げたり、そうだよこれ投げてみたいな、押し上げ、押し上げって書いて、あ、押し上げなんだ、え、そうなのかな、なんかよくわかりませんけど、まあ、あの辺の舞台なんだろうね、銭形平次って。で、これがどちらかの高校の水産科が作った鮭の魚醤、珍しいね、なんて書いてある、中川って書いてあるけど、なんか、ね、あ、でも中川の恵みって書いてあるな、っていうふうなのがありますね。そして街をしばらく歩いていくと、なんと歩道に嘘がずっと歩道のこういう、こう柱のところにいるわけですよ。そのザーッと並んでるのを撮ればよかったね。ああそうだね、本当だね、気が利かねえなこれ、本当だね、で嘘が、まあ、たくさん並んでるんですよ、ここにドアップで一匹いますけども、ね、嘘がいるということはババン亀戸天神、嘘といえば天神様だね、でいいでしょ、この天神様の向こうにスカイツリーがあなたを見ている、我々がスカイツリーを見ているのではない、スカイツリーがあなたを見ている、なんでそこにこだわるの見てるからおはようからお休みまでっていうところに行って、まあ、亀戸のカメラ、まあ、こう上手もあって、やっぱ天神様なんで観光、観光っていうのだろうね、じゃない観光しか読めないもんね、ガキまあいいや5歳の観光で嘘幸運を招く嘘がいて、であまたスカイツリーが見てますけど、ね、うん、でなんやっぱ天神様なぜか、あそうか、菅原道真公のなんかあれなんだっけ、牛が必ずいますよね、天神様、なんか牛が、だからあ、ここ書いてあるんだ、ご遺体を乗せた車を引く黒牛が動かなくなった、なるほど、そういうことがあった、こう牛がいますけど、だからね、ね、とにかく悠々としてる、で、まあ、亀戸なんで、ここの天神様の中の池はこう亀が多いんで、この橋歩ける、あ、歩ける、これがずっとね、こう 2個ぐらいこういうのアーチ状にこうなってる、歩けるんだ、すごい器用じゃない、うん、うん、で、こう亀がこう亀だらけで、藤七がもう綺麗に、その方多分見頃の時はね、あの人がいっぱい来るんだよね、声がありますけど、まあ、という展示さんも出まして、またね、ここにスカイツリーいますけども、ね、で、なんかこの亀戸七福神っていうのがどうも
まあ、ここら辺にあるらしくて、まあ、ここはなんか本物みたいな、それが美少年店なんですよね、うん、そんなとこがあって、まあ、もうちょっと行くとあの、これがあれですね、香取神社ですね、うん、っていう風な神社もあって、こうなんか神社の中の一部にこう昔の塀っぽいのがあったりとかして、なかなかこう風情もあって、スポーツの神です。スポーツっていうか戦いの神様だよね。あ、だからやっぱそういうことかな、うん、それでやっぱ香取、千葉の香取の香取神宮は勝つ虫の神っていうのが、うん、うんうん、それなんか関係があるかな、戦いだから、戦いの神様、スポーツの神様で、まあ狛犬、ちょっと暗くてあれですけど、でこの中に何でしたっけ、大黒さんとエビスさん、どっちがどっちがだったのか、ねね、こっちがエビスさんみたいなね、多分違ったけど、あ、そっか、魚持ってる方が、うん、でなんか古い昔のどうも井戸があったりとかして、多分中はもう引き上がってるかもしれないけど、うん、っていう風なところを抜けて、ここの香取神社の前の商店、まあなんか商店街がちょっとあるんですけども、そこにまあ白雲がいたりとかっていう風なとこもあって、でなんかこう古い建物っぽくこう、まあ、作ってやって、あれ看板だったこの辺のとことかね、普通の八百屋さんとか普通のお店なのかな、レトロっぽい、レトロっぽく、まあ、うん、そうやって街を、うん、残してるのかしらなんですけど、でまた駅のもちょっと戻ろうかなと思ったら、もう歩行者店の天国、日曜日は歩行店やってるらしくて、うん、なかなかいいじゃないの、と思ったんだけど、歩行店やってんだけど、銀座の歩行店みたいに、例えばこの道路のとこになんかパラソル置いて椅子置いてってするわけでもないし、ただ車を止めて人が歩くようにしてやるだけなんです。だからでもそうするとみんなほら、基本お店とかこっち側に脇に立ってるからみんな歩道を歩くよ、あんまりね、古典の古典っぽさがなかったというか、もうちょっとこれはなんかね、やってもいいのかなと、すごい閑散としてるように、うん、ねっていうのがありながらね、またちょっと街を歩いていくと、今度こちら、まあ北口の方、なんか結構お店が飲み屋とかなんか飲食店が密集してるとこがあったりするんで、そのとこ行くと結構ごちゃごちゃっとこうしてる、なかなか雰囲気いいお店がいっぱいあったりとかして、有名な亀井戸ホルモンとか、うん、そういったところなんで、ちょっとまあこれ出てますけど、前水神の時、亀井戸水神の時にちょっと行ったりもありましたけど、で今度逆に向こうから駅の南の方にちょっと渡ってみて、亀井戸といえばサンストリート、うん、これいつぐらいだったっけ、できたかな、もう結構経つけども、割と東京の都内に近いとこで、ここぐらいじゃない、なんかこういう複合施設、よくほら田舎の方とこんなの多いじゃない、複合施設とか中にはいっぱいお店があって、ちょっとしたこうスペースがあって、イベントやったりとかで、なんか割とモノクロかなんかがここで本当に見出し中の時とかは、ここでよくライブ、モノクロだったけど、なんかああいうアイドルの子たちも、これから出てくる子たちとかがよくライブやったりとかするとこらしくて、今日もこの時もこうやって、準備中のとこっていうふうなとこといって、ちょうどねこの、見えてるけど、こうエスカレーター上がってるとこなんですけど、ね、まあ、ぐるーっとこう2階もやっぱお店があるんですよ。で全然ちょっとなんていう子たちなのかもちょっと知らなかったし、俺はまあ中をぐるっと歩いてただけだったんだけど、皆さんファンの子たちがいっぱい待ってて、で向こう側にぐるっと俺、まあ、お店見て歩いて、このちょうどステージの後ろの階段を降りてこう行く時に、このテントの、ここに黄色いテントありますけども、このテントのちょっと脇がペラッと開いてて、これから出てくる準備中の子たちが中でキャッキャッキャッキャやってて、こう階段から見えて、ね、こういうみんな待ってる彼ら、こっち来ればお前ら、こっち来れば目当ての子たちが見えるぞって教えてあげたいぐらいの雰囲気でしたけど、みんな待ってましたけど、
っていうのが、こういう、あの亀戸って俺 JR の出口って一箇所かなと思ったら実はもう一箇所あったんで、せっかくなんで出口も通ってきたという亀戸でした。お疲れ様です。